照英 TV プレゼント企画、肩・肘痛の予防・軽減、ブレイスレボ東急サポーターを5名様にプレゼント。東急時の内線海内の動きに注目、サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも、照英 TV です。了解です。ルートです。はい、お願いします。お願いします。というわけでね、本日はですね、とある野球ギアを公開したいと思います。はい、よろしくお願いします。スマホサイトは？そう、サイトじゃねえし、しかもサイトじゃねえし。本日はですね、はい、ケーブルテレビじゃねえ今回ですね、ネットでね、ネットショッピングをしようかなと思って、いろいろ野球系をこう探してたんですよ、うん、そしたら、あれ、これそういえば行ったことないなっていうアイテムがありました、はい、まあ今、もう分かってる方もいると思うんですけど、これなんですよね。これ僕も着てますけど、これね、なんとアクティブームさん、ハイネックのアンダーシャツもあるっていうのを最近知りました。正しくは去年ですけど、出てはいました。出ていました、はい、出てたんですけど、ちょっとこれ知らない体でいたんです。ベイちゃんとアクティブームさんのコラボ商品ということで、このハイネック確か8センチぐらいあったんですよね。普通のより高い。高いですよ、これ。普通のってね、多分5か6ぐらいだと思った。で、しかも今着てますけど、なんかさ、学生時代、高校時代ね、まあ、ちょうどあのね、高校球児風がいるんですけども、高校球児の時大体こういう感じじゃないですか。ちょっと待って、なんで坊主なの？自分でやってました。素じゃねえかよ。いやいや、ちょっと熱くなったらしいんで、横反ってくるわって言ったら、坊主にしてました。おかしいやろって。高校球児風な撮影をするってことで、眉毛もしっかりと高校球児のようにして、ちょっと男前になったんじゃないですか、ちょっと。どうですか？男前じゃないですか、随分。下手か、そんな。ってなわけでですね、まあ、高校時代に俺も一応着てました、ハイネックね。その時結構ね、締め付けがあったと思うんですよ。やっぱアクティブームさんといえば胴のところルーズな感じじゃないですか。でしょ、うん、首もなんとルーズだから、どちらかというと見た目的にはタートルネックに近い見た目なんじゃないかなと思う。そうだね、まあ、そんな感じかもしれない。タートルネックは折るからその分ルーズっぽくは見えてたで、まあ、その分のルーズっぽさがここに出てるんじゃないかなと、ハイネックって感じですね。って感じさ、普段のアクティブームと変わんないよね。え、着てないんじゃないのみたいなぐらい、本当に薄くて、本当着やすい。さらっとしてね、伸びがすごいし、ね、高校の時に欲しかった。すげえ伸びるんです、マジで。すっごい伸びるんですよ。見てくれ、ほら。いっぱいあるでも、あはははってやっても、破けもしないっていう。あるもんでもないけど。まあまあ、そうだけど、動きに対してのさ、もうストレスがない、うん。これはね、とてもいいかなと思いました。引っかかりはないけどね。アクティブームのアンシャツといえばさ、やっぱ鴨柄じゃないですか。これさ、去年でしたよね、このノースリーブですよね。これとさ、青版が確かあったの、それの半袖とハイネックが、まあ、出たということで、で、なんとですね、こちらの商品、まあ、今回ネイビーです。これちなみにこれ案件とかじゃないです。個人的に買って、あ、買っとこうと思って買った。ありがとうございます。着さします。はい、で、こちらカラー展開がネイビー、ブラック、ブルー、レッド、4種類ありまして、高校球児の子たち、まあもし見てたらこれすごくいいんじゃないですか。おじさんだけど高校球児風のやついますけどまあ着た感じかっこいいしさ、これでさ、よくさ、無地だけどさ、ノースリーでさ、タートルネックでさ、練習してる子もいたじゃないですか、昔はね。それが何年か後にはチャレンジして、これで練習する柄になっちゃってる。もしかしたらね、高校でね、試合とかでは、公式戦とかでは着ちゃうからダメっていう場合もあるかもしれないです。ユニフォームの生地につけなければ大丈夫。つけちゃう場合もあるんで、そこはちょっと着てみて、うちのチームの柄とかあると思うんで、まあ、着てみてね、映るか映んないかで、まあ、判断してほしいんですけども、でサイズが今回すごいですよ。S サイズから 3XL まである。おお、いわゆる両兵から小兵まであるっていう。おお、分かります。間にヒロトとか、まあ、向こうさんとか大井くんとか、うん、まあ、ボナールとかね、サイズみんな違うじゃん、それぞれ誰でも着れるっていうところで、はいはい、結構幅広く誰でも本当に着れるんじゃないかなと思いますし、うん、こちらのハイネックシャツですけど、ベースボールタウンさんで販売をしているんですけども、これさ、オールシーズンとかいけるわけです。いつでも買えます。なのでこちらの購入リンクを概要欄貼っておきますので、ぜひともチェックしてみてください。はい、そしてさ、こちら1枚いくらだと思う？これもし当たったら視聴者様に1枚プレゼントします。おー、ちょっと慎重に考えて、慎重に考えて。確か長袖が5000くらいだ、はい、半袖が4号ぐらいだ。これが半袖だとして、なんで4号で、多分ハイネック分で値段はメーカーで変わらないと思うんですよ。4号ね。はい、いくら？ちょっとは高くつくと思うので4700円。4700円、刻んできたね。でも分かんない、刻みの方が正解の可能性もあるから、あるから、ね、そうっすね、まあ、これ当たってたら視聴者さんに1枚サイズ何でもいいんでプレゼントしますんで、正解は4400円。え、って
4400円でした。残念。でも半袖よりじゃ安いのか、普通の半袖より。今の値上がりしたんですよ。値上がり4号ぐらいだけど、値上がりしたんですけど、これは44で購入できますので、ぜひとも。良くないですか、日焼けしたくない人いるじゃん、これ嫌な人めちゃめちゃ持ってこいです。あと女性とかももちろんそうでしょ。そうそう、日焼けね、野球女子の方もね、ぜひね、日焼けしたくない投手いると思うんですよ。そうそう、 S サイズあるし、幅広く着れますし、小さい子でも着れますよ。もちろんこれくらい大きくあるし、S サイズ全然いけます。しかもですね、送料無料です。あ、そうか、ベースボンタウンさんは4000円以上で送料無料だから、送料無料なんです。なのでね、気軽に購入してみてはいかがでしょうか。はい、これ脱ぎ忘れてました。僕着た感じなかったんで忘れてました。もうこんな感じ。ラガーマン再びいや、今回はちょっとゆったりめかもしれない。ラガーマンなりきりじゃないかもしれない。まだまだ鍛錬が必要ですね。本日はこちらのアクティブームさんとベースボールタウンさんのコラボ商品のハイネックのアンダーシャツ、半袖とノースリーブの2種類をご紹介しました。はい、よかったらぜひとも買ってみてください。オールシーズン OK なんでね、いつでも買えますよ。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。